INFP の仲介者と裏 MBTI との組み合わせ。 MBTI 診断の INFP の仲介者で裏が UDMR の革命家はどんな人を。小説の中なら人類滅亡を救えるかも。仲介者と革命家の組み合わせは、仲介者の共感力と革命家の独創性が合わさることで非常にユニークな人物像が生まれます。特徴は理想を追うアーティストで独自の視点で世界を捉える。芸術作品を通してメッセージを発信する。静かな革命家で社会の不平等や矛盾に心を痛め、平和な世界の実現を目指して静かに活動する。神秘的な物語の語り手で独自の物語を作り出し、人々に感動を与える。深遠な哲学思考で人生の意味や存在について深く考え、独自の哲学体系を構築する。仲介者と革命家は組み合わせるとこんな人になる。人類滅亡の危機を目の当たりにし、独自の宇宙船を設計して新たな惑星への移住計画を立てる SF 小説の主人公。魔法の世界で禁じられた魔法を操り、世界のバランスを保とうとする。アニメの主人公、孤独な天才科学者で人類の進化のために危険な実験を繰り返す。仲介者と革命家の組み合わせは世の中に数少ない非常に魅力的な個性である。仲介者と革命家は独自の視点と深い感情を持ち、社会に貢献できる可能性を秘めている。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは周りの人とは少し違う考え方をしていると感じることがありますか？芸術や文学の世界に深く惹かれますか？社会の不平等や矛盾に心を痛めることがありますか？独自の哲学や価値観を持っていますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者と革命家の傾向がある。MBTI 診断の INFP の仲介者で裏が UDCL 地面師はどんな人を。人間の心の奥底にある闇を暴き出し、人々の心を癒します。INFP と UDCL の地面師という、また違った魅力を持つ組み合わせについて、仲介者、地面師の組み合わせは、INFP の共感力と UDCL の論理的な思考が合わさることで、非常にバランスの取れた人物像が生まれる。特徴は理想と現実の架け橋で、抽象的な概念を現実世界に落とし込み、具体的な行動に移すことができる。仲介者、地面師は多角的な視点で複数の視点から物事を捉え、客観的な判断を下す。仲介者、地面師は論理的なストーリーテラーでロジカルな構成で、感情に訴える物語を紡ぎ出す。仲介者、地面師は革新的な問題解決能力で既存の枠にとらわれず、創造的な解決策を提案する。仲介者、地面師は地球温暖化問題を解決するため、再生可能エネルギーの研究に没頭し、画期的な技術を開発する小説を書きたいと考えることがある。仲介者、地面師はミステリーや謎解きを通じて、人間の心の奥底にある闇を暴き出し、人々の心を癒す。その矛盾に自分も薄々気づき始めている。仲介者、地面師は哲学と科学を融合させた独自の理論を提唱し、世界平和を実現する。仲介者、地面師の理論は理論でまだ誰にも言ってないので、誰かに聞いてほしいと思っている。そして笑われないか心配。まとめ、仲介者地面師の組み合わせは理想と現実をつなぎ、革新的なアイデアを生み出すことができる。まさにバランスの取れた存在といえる。仲介者、地面師は論理的な思考と豊かな感性を持ち合わせ、様々な分野で活躍できる可能性を秘めている。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは新しい知識や情報を得ることが好きですか？哲学的な問いを立て深く考えることがありますか？複雑な問題に対して論理的な解決策を考え出すことができますか？芸術的な表現を通して自分の感情を表現したいと思っていますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者、地面師の傾向がある。MBTI 診断の INFP の仲介者で裏が ODMR の文豪はどんな人を。勇者になれなくても世で活術がある。INFP の仲介者と ODMR の文豪は、どこかミステリアスで魅力的な組み合わせ。仲介者、文豪の組み合わせは、INFP の共感力と ODMR の冒険心が合わさり、非常にユニークな人物像が生まれ。特徴は、神秘的な世界を探求する冒険家で、未知の世界や隠された真実を求めて果敢に挑戦する。独自の価値観を持つアーティストで、既存の概念にとらわれず、
革新的な芸術作品を生み出す、心の奥底を覗く哲学者で人間の心の深淵を探求し、独自の哲学を構築する、平和な世界を夢見る理想主義者で社会の不平等や矛盾に心を痛め、理想的な社会の実現を目指す、仲介者、文豪の人はこんな人、古代文明の遺跡を探索し、失われた魔法の力を解き明かそうとし、復活させることができそう。幽霊や宇宙の果てにある未知の惑星を探検が好き、目に見えないものや新たな生命体と内心出会いたいと思ってる。異世界に召喚され勇者にはなれないくていいから、勇者の一番近くで見届けて、それを小説にして一儲けしようとしてる。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは未知の世界や神秘的なものに惹かれますか？独自の哲学や価値観を持っていますか？冒険心旺盛で新しいことを始めるのが好きですか？人間の心の奥底に興味がありますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者、文豪の傾向がある。MBTI 診断の INFP の仲介者で裏が ODCL の武士はどんな人を、魔法の解明を科学で証明。仲介者と ODCL の組み合わせると独創性と理想主義の融合になる。INFP の仲介者と ODCL の武士という、どこか芸術的で哲学的な組み合わせについて、仲介者、武士の組み合わせは、仲介者の感性と武士の論理的な思考が合わさることで、非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は芸術と哲学を融合する思想家で、独自の哲学を芸術作品に昇華させ深い感動を与える。革新的なアイデアを生み出すクリエイターで、既存の概念にとらわれず、独創的な作品やアイデアを創出する。心の奥底を覗く心理学者で、人間の心の複雑さを分析し、独自の理論を構築する。理想的な社会をデザインする設計者で、理想的な社会を描き出し、その実現に向けて具体的な行動を起こす。仲介者、武士は人工知能と人間の共存について深く考え、新しい社会システムを提唱したいが、その伝え方として SNS か小説家で悩んでる。仲介者、武士は魔法と科学を融合させた独自の魔法体系を開発し、世界を救う。それを分かりやすく科学で魔法を解明したノウハウを全世界に公開して問題になる。仲介者、武士は哲学的な問いを投げかけ、視聴者に深い思考を促すが、本当は自分もよく分かってない。まとめ、仲介者、武士の組み合わせは、芸術、哲学、そして社会貢献といったさまざまな分野で活躍できる。仲介者、武士は非常にポテンシャルの高い人物像といえる。仲介者、武士は独自の視点と深い洞察力を持って世界をより良い場所へと導こうとする。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは芸術や哲学に興味がありますか？独自の思想や価値観を持っていますか？新しい知識や情報を得ることが好きですか？人間の心の複雑さに興味がありますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者、武士の傾向がある。裏 MBTI 診断の UGML の回答と表が INFP 仲介者はどんな人を、裏 M ダメ男なのにモテるタイプとは、INFP と UGML の回答の組み合わせは謎解きと理想主義の融合である。 INFP の仲介者と UGML の回答という、どこかロマンチックでミステリアスな組み合わせについて、仲介者、回答の組み合わせは、仲介者の感性と回答の謎解き能力が合わさり、非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は謎を解き明かす探偵で、複雑な謎を解き明かし、隠された真実を暴く。仲介者、回答は芸術的な盗みを仕掛ける回答で、芸術品を盗むだけでなく、盗み自体を一つの芸術作品として捉える。仲介者、回答は孤独な天才で、自分の才能を理解してくれる人をなかなか見つけられず、孤独感を抱くことがある。仲介者、回答は正義のために戦うヒーローで、不正や不平等に対して立ち上がり、弱者を救う。仲介者、回答は人の好きや闇を見つけるのが得意で、恋愛上手。仲介者、回答は型にはまらない生き方が好きで、例えるならフリーターのダメダメモテ男みたいな感じの人である。仲介者、回答はいい意味でも悪い意味でも自由奔放である。仲介者、回答は矛盾してるのに周りからは魅力的な人だと思われることが多い。仲介者、回答は普段はダメダメのように見えるが、いざとなった時は本番に強く、また自分が没頭できることが見つかると
計り知れない力を発揮する。仲介者、回答の人のまとめ。仲介者、回答の組み合わせは謎解きと正義感が強く、芸術的なセンスも持ち合わせた非常に魅力的な人物像といえる。仲介者、回答は孤独な天才でありながら同時に人々のために戦うヒーローでもある。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは謎解きや推理ゲームが好きですか？芸術的な才能やセンスを持っていると感じていますか？不正や不平等に対して強い憤りを感じることがありますか？孤独な時間を楽しみ自分の世界観を築くことを好みますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者、回答の傾向がある裏 MBTI 診断の OGCR のジャーナリストと評価 INFP の仲介者はどんな人を、裏 M みんなの不平不満を代表してくれる。仲介者とジャーナリストの組み合わせは創造性と反逆心の融合である。 INFP の仲介者、 OGCR のジャーナリスト、どこか芸術的で反逆的な組み合わせについて。仲介者ジャーナリストの組み合わせは、仲介者の感性とジャーナリストの反逆的な精神が合わさることで非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は、既存の枠組みを打ち破るアーティストで、従来の芸術の概念にとらわれず革新的な作品を生み出せる。社会の矛盾を暴く批評家で、不正や不平等に対して声を上げ社会を変えようとする。神秘的な世界を探求する冒険家で、未知の世界や隠された真実を求めて果敢に挑戦する。孤独な天才で、自分の才能を理解してくれる人をなかなか見つけられず孤独感を抱くことがある。仲介者ジャーナリストは、不平や不満のみんなの声を代表して社会の根本を変えようとするが、未知なる開拓を追求しすぎて気づいたら誰もついてきてない。仲介者ジャーナリストは改革的な斬新な考えが多く、人に話してもなかなか共感されない。仲介者ジャーナリストは根本は人のため、社会のためと考えるので、理解者もしくは通訳が現れるとやりたいことの進化が早く飛躍する。仲介者ジャーナリストの人のまとめ。仲介者ジャーナリストの組み合わせは、天才的な才能と反逆的な精神を持ち合わせた非常に個性的な人物像である。彼らは既存の価値観やルールに縛られず独自の道を切り開いていく。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは既存のルールや価値観に疑問を持つことがありますか？独自の才能やスキルを持っていると感じていますか？社会の不平等や矛盾に対して強い憤りを感じることがありますか？芸術的な表現を通して自分の考えを世の中に伝えたいと思っていますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者ジャーナリストの傾向がある裏 MBTI 診断の UGCR の呪術師と評価 INFP の仲介者はどんな人を、裏 M 独自の音楽の才能あり、 INFP の仲介者と UGCR の呪術師でどこか芸術的で独立心の強い組み合わせについて。仲介者、呪術師の組み合わせは、仲介者の感性と呪術師の天才的な才能が合わさり非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は、独自の世界観を持つアーティストで、独自の美学に基づいた革新的な芸術作品を生み出せる。天才的な発想力を持つ発明家で、既存の概念を打ち破り画期的なアイデアを生み出せる。自由な精神を持つ思想家で、既存の価値観にとらわれず独自の哲学を構築する。孤独な天才で、自分の才能を理解してくれる人をなかなか見つけられず孤独感を抱くことがある。仲介者、呪術師は高い感受性が相手の感情に敏感に反応して、それをぶつけるところやオリジナル作品作成などに発散させることで誰も真似できない独自の才能を発揮する持ち主。自分では自信がなくても周りから評価されることで自信がつき、どんどんその才能を開花させられるかもしれない。呪術は力とひらめきで死になれないものなので、珍しい他者では真似ができないことを意味している。作品に対して、仲介者の豊かな想像力と独創性が掛け合わさると、分かりやすい例で言うと天才的な音楽、独自の音楽ジャンルを作り出せる。仲介者呪術師は音楽でなくても他者がやったことのないジャンル、やったことのない物事などで力を発揮することが可能である。仲介者呪術師は音楽を通じて人々の心を癒し社会を変革させる。仲介者呪術師の組み合わせは、天才的な才能と豊かな感性を持ち合わせた非常に創造的な人物像である。仲介者呪術師は独自の道を切り開き
世界を驚かせるような革新的な作品を生み出す可能性を秘めている。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは芸術や創造的な活動に興味がありますか？独自の才能やスキルを持っていると感じていますか？既存のルールや価値観に疑問を持つことがありますか？孤独な時間を楽しみ、自分の世界観を築くことを好みますか？もし、これらの質問にはいと答えた人は、仲介者、呪術師の傾向がある。裏 MBTI 診断の OGML の軍師と表が INFP 仲介者はどんな人を、裏 M 独自の音楽の才能あり、陰謀を暴ける正義のヒーローを、INFP の仲介者と OGML の軍師という、どこかミステリアスで戦略的な組み合わせについて、仲介者、軍師の組み合わせは、仲介者の感性と、軍師の戦略的な思考が合わさることで、非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は理想郷を築く建築家で独自の哲学に基づいた理想的な社会を設計する。戦略的な芸術家で芸術作品を通じて社会に影響を与えることを目指す。神秘的な物語を紡ぐ作家で深遠なテーマを扱い読者に深い感動を与える。平和を導く賢者で紛争を解決し人々の心を一つにするための戦略を立てる。仲介者、軍師は正義感が強く陰謀を暴き歴史の流れを変えようと策略練ることができる。仲介者、軍師は異なる文化や価値観を持つ人々をまとめる能力に長けてるため人を動かすのが得意。仲介者、軍師は人の行動や心理が読めるためメンタルがやられることがある。仲介者、軍師は裏切りに遭うと急にやる気がなくなってしまう。まとめ、仲介者、軍師の組み合わせは理想と現実をつなぎ平和な世界を築くための戦略を立てることができる。仲介者、軍師はバランスの取れた存在である。仲介者、軍師は論理的な思考と豊かな感性を持ち合わせ様々な分野で活躍できる可能性を秘めている。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは平和な世界を築きたいという強い願望を持っていますか？哲学的な問いを立て深く考えることがありますか？複雑な問題に対して論理的な解決策を考え出すことができますか？芸術的な表現を通して自分の感情を表現したいと思っていますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は仲介者、軍師の傾向がある。裏 MBTI 診断の UDML の統率者と表が INFP の仲介者はどんな人を、言葉が人々の感情を動かすタイプ。仲介者と統率者の組み合わせは理想とリーダーシップの融合である。仲介者と統率者の組み合わせは仲介者の理想主義と統率者のリーダーシップが合わさることで非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は理想的な社会を築くリーダー、独自のビジョンに基づいた理想的な社会を作り上げる。人々を鼓舞する演説家、熱く感動的な言葉で人々を鼓舞する。平和を愛する統治者は公正な社会を実現するために平和的に解決策を見つける。孤独な理想主義者は自分の理想を実現するために孤独な戦いを続けられる。仲介者と統率者としての主人公、言葉で感情を動かすことができるタイプ。理想主義だけど自分が理想とする世界を目指して相手を説得することが得意。相手の感情的動かすのが得意で盛り上げ上手でムードメーカーにもなれる。ただ怒らせてしまうと周りを巻き込む。恋愛では理想を感情で訴えるためそれに対して大きくくるめる人が。仲介者と統率者の人のまとめ。仲介者と統率者の組み合わせは理想主義とリーダーシップを兼ね備えたまさにカリスマ的な指導者である。彼らは人々を導き新しい時代を切り開く可能性を秘めている。仲介者と統率者のセルフチェック。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは理想的な社会を築きたいという強い願望を持っていますか？人々を導き影響を与えたいという気持ちがありますか？公正な社会の実現を目指していますか？孤独な時間を楽しみ自分の世界観を築くことを好みますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は仲介者と統率者の傾向がある。裏 MBTI 診断の ODCR の教祖と表が INFP の仲介者はどんな人を、それは能力の低い上司の下で我慢できないタイプ。仲介者、
の INFP と競争の ODCR の組み合わせは理想とカリスマの融合である。仲介者と競争の組み合わせは仲介者の理想主義と競争のカリスマ性が合わり、非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は理想郷を築く指導者で、独自の哲学に基づいた理想的な社会を作り上げる神秘的な力を操るシャーマンの素質があり、自然や宇宙の力を借り人々を導く宗教的な教義を説く教祖の素質があり、新しい宗教を創設し多くの信者を獲得する孤独な思想家の素質があり、深遠な哲学を追求し孤独な時間を過ごせる仲介者と教祖はこんな人である。ある意味超能力持っているこのタイプ、自分の持論を経験から得てから人と取り込む能力のある持ち主である。言葉一つ一つに強力な力があるため、関わった人は言い方にでも悪い方にでも影響されてしまう可能性が高い。またスピリチュアル系に興味があるため能力が欲しいと思っていて、密かにこのジャンルの知識もすごい。どちらかというとノーアルタ過発明を隠すタイプで、能力の低い人の下ではストレス溜まりすぎて働けない傾向にある。仲介者と競争の人のまとめ。仲介者と競争の組み合わせは理想主義とカリスマ性を持ち合わせたまさにカリスマ的な指導者である。彼らは人々を導き新しい時代を切り開く可能性を秘めている。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは理想的な社会を築きたいという強い願望を持っていますか？人々を導き影響を与えたいという気持ちがありますか？深遠な哲学や宗教に興味がありますか？孤独な時間を楽しみ自分の世界観を築くことを好みますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は仲介者競争の傾向がある。裏 MBTI 診断の ODML のハンターと評が INFP の仲介者はどんな人を。恋愛は隠れ上級者。 INFP 仲介者と ODML のハンターの組み合わせは理想と狩猟本能の融合。 INFP の仲介者と ODML のハンターというどこか対照的で魅力的な組み合わせについて、仲介者ハンターの組み合わせは仲介者の理想主義とハンターの狩猟本能が合わさることで非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は理想の世界を守る守護者で、自分の信念を守るためにどんな困難にも立ち向かう。謎を解き明かす探検家で、未知の世界を探求し新たな発見をする。孤独な狩人で、自分の目標に向かって一人でも黙々と行動する。平和を愛する戦士で、必要とあらば武力を行使して平和を守る。仲介者ハンターはどんな人。内面的に見えて実は肉食系なのがこのタイプ。例えるなら昼は介護職員で、夜はボディコンでクラブ遊びの人。見た目から想像がつかない性格が内に秘めている。いつも控えめでもここってところで狙った獲物を確実にゲットできる能力の持ち主。自分を常にアピールというより狙った獲物への執着で自分をカモフラージュや変身させることができるので、そのギャップにやられてしまうかもしれません。恋愛においては隠れ上級者といえる。仲介者ハンターの人のまとめ。仲介者ハンターの組み合わせは理想主義と狩猟本能を兼ね備えたまさにヒーローである。仲介者ハンターは平和を愛しながらも必要とあらば戦うことを恐れない。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは正義感が強く弱い者を助けたいという気持ちがありますか？未知の世界を探求したいという好奇心を持っていますか？孤独な時間を楽しみ自分の目標に向かって努力することができますか？平和な世界を築きたいという理想を持っていますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は仲介者ハンターの傾向がある。裏 MBTI 診断の UDCR の創造者と評が INFP の仲介者はどんな人を。無表情で何かを生み出す仲介者と創造者の創造者の組み合わせは独創性と理想主義の融合である。仲介者と創造者の組み合わせは仲介者の感性と創造者の創造性が合わさることで非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は新しい世界を創造する作家で、独自の宇宙観を構築し新しい物語を生み出す革新的な芸術家で、従来の芸術の概念を打ち破り独創的な作品を生み出す神秘的な音楽を奏でる作曲家で、心を揺さぶるような美しい音楽を作り出す孤独な天才で、自分の才能を理解してくれる人をなかなか見つけられず孤独感を抱くことがある。
仲介者と創造者は独自の感性でとことんするタイプで、誰もできないような物事を突き詰めるのが得意。成果も出す。周りからはこんなことできないよ、ここまでやったねなど賛辞される。例えるならアナログ AI タイプ。そして感情も豊かだが、顔に出すのが苦手で、周りからは感情を読まれにくく、無表情ですごいこと成し遂げるので神的存在と称えられたりする。人類の進化に一番貢献したタイプかもしれない。仲介者と創造者の人のまとめ。仲介者と創造者の組み合わせは創造性と理想主義を兼ね備えた、まさに芸術家といえる。彼らは独自の視点で世界を見つめ、新しい価値観を生み出すことが出る。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは新しいものを創造したいという強い願望を持っていますか？芸術的な才能やセンスを持っていると感じていますか？深遠な哲学や宗教に興味がありますか？孤独な時間を楽しみ、自分の世界観を築くことを好みますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者と創造者の傾向がある。裏MBTI 診断の UGCL の極芸師と表が INFP の仲介者はどんな人を、独特なサプライズが好き。仲介者の INFP と極芸師の UGCL の組み合わせは独創性とムードメーカーである。仲介者と極芸師の組み合わせは、仲介者の感性と極芸師の創造性が合わさることで非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は新しい表現方法を追求するアーティストで、従来の芸術の概念を打ち破り独創的な作品を生み出す。型破りな思想家で既存の価値観に疑問を持ち新しい世界観を構築する。自由な精神の持ち主で規則や束縛を嫌い、自由に生きることを大切にする。孤独な天才で、自分の才能を理解してくれる人をなかなか見つけられず孤独感を抱くことがある。仲介者と極芸師な主人公。運動神経がいい人が多く、楽しさを重視するのでダンサーなどのエンターテイナーに向かいてる。また独創的なパフォーマンスを周りと共有したりするのが好きなので、グループなどで楽しく体を動かす物事に取り込むと一層輝くと思う。恋愛では相手を楽しませること重視し、サプライズが好き。ただ相手が何でも楽しめる人じゃないと困惑することがある。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは新しいものを創造したいという強い願望を持っていますか？芸術的な才能やセンスを持っていると感じていますか？自由な発想で物事を捉えることを好みますか？孤独な時間を楽しみ、自分の世界観を築くことを好みますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者と極芸師の傾向がある。裏MBTI 診断の UGMR の提督と表が INFP の仲介者はどんな人を、無口なリーダータイプ。仲介者と UGMR の提督の組み合わせは理想と戦略の融合。仲介者提督の組み合わせは、仲介者の理想主義と提督の戦略的な思考が合わさることで非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は理想的な社会を築く指導者で、独自のビジョンに基づいた平和な社会を作り上げる。卓越した戦略家で、複雑な状況を分析し最善の策を立てる。孤独な航海者で、未知の海へと船出し新たな発見をする。平和主義のリーダーで、武力ではなく知恵と交渉力で問題を解決する。仲介者提督な主人公。無口で威厳のあるリーダータイプ。特に何にも考えてなくても、周りが勝手にあなたの仕草や表情を読み取り動いてくれる。一言多くはないタイプなので、嫌われることも少なく、ついてくる人が多い。ただ無口なわけ。友人や知人はいいが、恋人には向かない。相手から愛情表現が足りないと思われている。弱みを見せるのもあまりしないので、相手から私がいなくても大丈夫そうと思われがち。小さな村のリーダーとなり、村を導き平和な生活を築くか、海賊船を率いて大海原を冒険し友情を深めてみるのが良い。まとめ。仲介者提督の組み合わせは、理想主義と戦略的な思考を兼ね備えた、まさにカリスマ的なリーダーである。仲介者提督は、平和な世界を築くために大海原を航海し新たな発見をしていくでしょう。あなたも当てはまる。セルフチェック。あなたは平和な世界を築きたいという強い願望を持っていますか？複雑な問題を解決するのが得意ですか？孤独な時間を楽しみ、自分の世界観を築くことを好みますか？
リーダーシップを発揮したいという気持ちがありますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者、提督の傾向がある裏 MBTI 診断の OGCL の不等価と表が INFP の仲介者はどんな人を、釣り輪タイプ、仲介者、OGCL の不等価の組み合わせは平和主義と戦闘能力の融合。 INFP の仲介者と OGCL の不等価は一見すると対照的な組み合わせについて、仲介者、不等価の組み合わせは仲介者の平和主義と不等価の戦闘能力が合わさることで非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は平和を守る戦士で正義のために戦い、弱者を保護する内なる平和を求める不等価で、武道の修行を通して心の平和を追求する孤独な修行者で、強くなるために厳しい訓練を積む芸術的な戦闘スタイルで、武道と芸術を融合させた独自の戦闘スタイルを確立する。仲介者、武道家な主人公。仲介者、武道家はむっつりスケベの絶倫タイプである。性欲の強い方と相性がいいので寝ても起きても状態になる。まとめ、仲介者、武道家の組み合わせは平和主義と戦闘能力を兼ね備えた、まさに矛盾を抱えた存在である。仲介者、武道家は平和を愛しながらも、いざという時には戦うことを恐れない。あなたも当てはまる。セルフチェック、あなたは平和な世界を築きたいという強い願望を持っていますか？強くなりたい、何かを極めたいという願望を持っていますか？孤独な時間を楽しみ、自分自身と向き合いたいと思っていますか？正義感があり、弱い者を助けたいと思っていますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者、不等価の傾向がある裏 MBTI 診断の OGMR の求道者と表が INFP の仲介者はどんな人を、マイナスの感情を潰せるのは何かに没頭すること。 INFP と OGMR の求道者の組み合わせは理想と探求の融合である。 INFP の仲介者と OGMR の求道者というどこか神秘的で深遠な組み合わせについて、仲介者、求道者の組み合わせは仲介者の理想主義と求道者の探求心が合わさることで非常にユニークな人物像が生まれる。特徴は真理を探求する哲学者で、宇宙の神秘や人間の存在意義を探求するスピリチュアルな指導者で、人々の心の癒しを導き精神的な成長を促す。孤独な旅人で内なる平和を求めて世界中を旅する。芸術的な表現者で、自分の内なる世界を芸術作品に昇華させる。仲介者、求道者な主人公。探求心が深いタイプで、熱中してることにいつまで時間をかけることができる。仲介者、求道者は仕事人間になったりすることがある。仲介者、求道者は時間かけた分で成果もすごいので、何かとその分野ではスペシャリストになる。仲介者、求道者は人にはあまり興味がなく、交友関係が狭く、恋人できたら浮気せずに一途に付き合うことができる。しかし仲介者、求道者は付き合った相手に没頭の場合はいいが、それ以外のことで没頭されると物足りたく感じる。仲介者、求道者は宗教改革の指導者となり、新しい思想を広めるか異世界に迷い込み自己成長の旅に出ることをお勧めする。まとめ、仲介者、求道者の組み合わせは理想主義と探求心を兼ね備えた、まさに哲学者である。仲介者、求道者は自分自身と世界の深いつながりを探求し、より高い意識へと到達しようとする。あなたも当てはまる。セルフチェック、あなたは宇宙の神秘や人間の存在意義に興味を持っていますか？瞑想やヨガなどの精神的な実践に興味がありますか？孤独な時間を楽しみ、自分自身と向き合いたいと思っていますか？芸術的な表現を通して自分の内面を表現したいと思っていますか？もしこれらの質問にはいと答えた人は、仲介者、求道者の傾向がある。ご視聴ありがとう。チャンネル登録してから次の動画に進んでください。